皆さんこんにちは、ゆうちゃんこと田中優子です。私は人生において大切にしたいものが3つあります。で、1つ目は私は私のままで生まれてよかったって思いたいってこと。もうね、生きてるのがずっと苦しかったんですよ。もう生まれてこなきゃよかったって何度思ったことか。そして2つ目が女性として生まれてきてよかったって思いたいと思ってます。なんかもう男になりたかった、強くなりたかった、もうなんか生理とか出産とかいらないって思いたくなることがいっぱいありました。で、3つ目が、私のままで安心して生きていって自由で生きていくっていうことです。なんかね、主婦だからとか母親だからっていう理由でできないっていうことがある人生はとても嫌だったんです。で、この3つをすごく大切にしているんですが、もっか取り組んでるのが実はセクシャリティで、もう1月になんかもう本当に無理と思って離婚しようと思って、その時に、チャレンジしたのが風俗嬢なんですけども、まあ、してみた結果とても向いてないってことが分かったんですが、やっぱりパートナーシップをずっと苦しんできて、で一番こう悩んでたの、どうにもこう開けないところがセクシャリティだったので、そこはちょっと長い目で探求していきたいと思っています。こんな私ですが、どうぞよろしくお願いします。